おかえり。ねえねえお父さん、ちょっと教えてほしいんだけど。なんだい？なんで僕たちって挨拶するときに乳首つまむの？なんでなんで？じゃあ検索してみようか。挨拶乳首つまむ由来。起源は今から200年以上前の21世紀、とある男子高生が喧嘩の仲裁をする際に行った行動である。たまたまその場に居合わせた大企業の社長令嬢がこの動作を会社の CM に採用、爆発的な人気を得て、その後挨拶の時の動作として定着。へえ、昔の人ってバカなの？